あ、もしもし。もしもし。もしもしみ。こんばんは。あ、おはようございます。みんな、昨日ぶり。ロウさんだよ。イエーイ。サンシャイン。何でしたっけ。あ、シャドーバースの新しいカードパックが来たらしいので、ゲームの音が大きいだと。まさかそんなわけなくない。まさかそんなわけなくない。じゃあこれでどう。これでどう？これでも大きいかね？これでも大きいなら、ちょっとね、配信方法を変えなきゃいけないかもしれない。で、何の話だっけ？あ、そう。みんな大好き、全能の神、ゼウスが、一番の目玉らしいから、まあ、ゼウス、が、弾けたら、嬉しいな。え、大きくなかった？え、どういうこと？じゃあ戻していいということ？これじゃあ小さい？こんなもんでいいかな。いや、実を言うとさ、今回の新パックで出る、カード、何にも知らない。あ、何にもって言うとちょっと嘘かもしれん。あ、今日は嘘ついて日だ、いい日だったからさ、嘘つくけど、何にも知らないのね。本当にね。今回の新カードパックって、どんなモンスター、モンスター?天使？神？たちが出るか、わかんないんですよね。だから、みんなと一緒に、いや、もしかしたら、リスナーさんの方が知ってるかも。だから、勉強しながらやっていこう。おぎゃ、ログインボーナスもらった。まあ、今回はルフィも全然貯めてないしね、全然引けないと思うんだ。全然とは言ってない。全然とは言ってない。なになに、イージス？それなに、あれでしょ？潜水艦のこと？潜水艦、イージス艦。課金は、まあ、課金は、前はしたよ、バハムート。バハムートの時はしたけど、なんか今回ね、あんまり、興味がないわけじゃないんですけど、なんか、バハムートの時は、なんだろう。なんかね、いっぱい弾きたかったの。とにかく、バハムートという名前だけで。だけど、なんか今回のゼウス？ゼウスパック、神々の遊びみたいなカードパックは、なんかね、興味をそそられない。神々の遊びじゃなかった。あ、ゼウス、これは、この、赤と、赤、これは、ちょっとなんか、グレープフルーツみたいな色した、おじさんが、ゼウス。あれ？何？顔がみんな違う。あ、そっか、顔みんな違うね。そりゃみんな顔違うよね。ちょっと待って、落ち着いて、お願い。あ、そっかそっか。ツイッター拡散しなくちゃ。ちょっと待って、ロンさんの代わりに、じゃあ拡散して。拡散、あ、ロンさんの代わりにしゃべって、ロンさんが拡散して。お願い。落ち着いて。ちょっと待ってね。
し、これでどうかな。あ、ロンさんできたんじゃない、ツイートできたんじゃない。まあ、たまにツイートできるタイプのあれだから、ロンさんだから今日は、まあ、今日はね、普通のタイプのロンさんだから、うん、ちょっとよくわかんないけど、じゃあ今ツイッターの民、ツイッターの民にツイートしたので、みんながツイッターの深夜勢が来るまであと10秒待ちます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、じゃあ引きまーす。え、引きますか、引きますか、え、引くんですか、本当ですか。ねえ、チケット10枚しかもらえなかったの。今回もお詫びでさ、お詫びでなんかもらえないの。お願いちょうだい。10枚くらいちょうだい。お願い。あと10枚くらいちょうだい。無理だって。さーてと。何狙い？まあ、特に何にも狙ってるわけじゃないんですけど、そう、そもそもカードがあんまりわからないというゼウスしか。だから、ゼウスかな。狙いはゼウスかな。まあ、ゼウスを引けば、まあ、今日は良かったでしょう。ということで。はい。もらったチケットで引いていく。グレープフルーツのおじさん。待って、BGM がない。この放送 BGM がない。あ、本当に一枚もわかんないよ、カード。ここは我が庭。お前は餌よ。お前は餌よ。ちょっと待ってね。BGM が欲しいよ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。画面がね、うまくいってないんだ。ちょっと直してもいいかな。これどうすれば。これどうしてだな。こっちを変えればいいのか。どうしてよ。ゼウスのイカちゃん。よし、これ。よし。なんだっけ、お前は私の餌ね。オッケーオッケー。旅が、え、待って、このカエル2本足で立ってるんだが、え、人呼んでさすらいの旅がある。え、人呼んでさすらいの何、カエル。ちょっと待って、聞こえないんだよな、キャラクターの声は。ゆるりとね、旅の終わりだ。静かな旅だ。てか、このカエル喋んのか。自分探しの旅ってやつさ。あ、そうだ、セミピオかな。燃えろ、不死鳥の翼。燃えましたわ。え、何、喋んないタイプ。え、カブトムシじゃん。え、カブト
ムシじゃん。ちょっとみんな見て、え、カブトムシだけど見て、え、この人カブトムシに乗ってるってこと？めっちゃミニマムじゃない？え、めっちゃミニマムじゃない？カブトムシライダーってこと？こんなビートルウォーリアーなんてそんなかっこいい名前つけてさ、ただのカブトムシ使いじゃん。え、ただのって言っちゃったら怒られる。青き海は我らの海。そう、ちゃんと歌えるかな、ちゃんと歌えるかな。腹から声出せ。せーの。え、待って、せーの、うまくできたかな。うん、できたできた。伝えたい思いがあるんです。伝えたい思いがあるんです。あるんだか、あるんだかないんだか。霧のカーテンで。え、さあ、霧が晴れた。霧のカーテンで。見つけすぎだろ。霧の中で待っててね。眠りにつきそう、霧の中で。あ、見忘れたの、あったの。あ、今回は、あ、なんだろう、可愛いカード少ないね。あ、でもこれ可愛いかも。え？ハンティングタイムにゃ。ハンティングタイムにゃ。いさかにゃ。いそこにゃ。さよならにゃ。さよならにゃ。かわいい。目が本気である。この猫本気である。きたにゃーほー、きたにゃーほー。待って、こうしよう。いや、面白いな今回も。サクッとやっちゃうよ。やっちゃやって。夜は私の世界。え、引きずり込むわ。おやすみなさい。おやすみなさい。 おやすみ。闇の最中であなたを見つめる。見つめられる。あ、え、かわいいウサちゃん。このウサギ眉毛がある。手のひらサイズよ。手のひらサイズよ。え、私ってば手のひらサイズだからさ、可愛らしいっしょ。え、次の次。ははは、そっか。じゃあちょっと大きくなるかな。大きくもなれるんか。なれるんかい。あ、大きい。内間の小槌、せい。え、大きいっていうか、おっぱい大きい。え、待って。え、待って。あ、元から大きいかな。なるほど。うんうん、なるほどね。あ、わかるわかる。あの世の果てまで掘り進む。ゾンビ一体出す。あ、夜の人。お前、こんなとこまで。カウントダウンの一写真。まあ、衣装つかないんですけどね。つかないが。いびきじゃねえぞ。あれ、なんかこれさっきも出た気がするな。スマイルットの。かわいいかわいいオルカちゃん。そーれそーれ、幸せの鐘の音の大合唱だよ。あなたの価値なんて知りはしないわ。あれ、そーれってエルエンジン。かわいいかわいいそーれそーれ。あれ、精神球で。え、そこだそこだクソ、そこだクソ。精神球、俺ならやれる。俺もあれ、大掃除。お掃除開始です。
ガンダムに手伝ってる。ガンダムに手伝ってる。ロイヤルか。いろいろカードを見て勉強しつつ行きましょう。ランダムな自分の名前が生きて、失踪を持ってます。あれ、こいつはあれか。俺の斧を味わいやがれ。ここで俺の獲物もちっと痛いぜ。ちっとどころじゃないでしょ。これぶった切れるやつでしょ。世界の果てまでぶっ飛ばす。髪の毛生えてたわ、元から。髪の毛伸びたんだわ。ドリアード、木の実食べる。木の実食べる。神太郎なのだ。嫌いなの。ひまわりの種は美味しいのだわ。もっと木の実食べる。めっちゃ木の実盗めてくるやん。なんか危ないものもしかして。もっと木の実、木の実食べる。嫌いなの。嫌いなの。お腹いっぱい。お腹いっぱいなの。木の実食べる。木の実食べる。嫌いなの。嫌いなの。お腹いっぱい。お腹いっぱい。ああ喋らない。なんか喋る系の狼とさ、喋らない系の狼がいるんだよね。なんかロイヤルで喋る系の狼がいるね。あれ、この人。波の音は知識の源。なるほどね。え、これペタにあれついてる。なんだっけ、足につけるやつ。あれ、足につけるやつついてる。ここに海は広い。ニュートラル。ちゃんと歌えるかな。あ、ですか。もういいよ。ゾリー、あれ、この人はあそこで見たな。なんだっけ、すぐ忘れるじゃん、こうやって。なんだっけ、パイレーツオブカリビアンで見たじゃん、これ。ぬるぬるにするぞ。ぬるぬるにするぞ。え、ぬるとな。ぬるとな。クソタコ。クソタコ。タコはすげえんだよ。俺の足は2本なの。顔についてるの汗じゃなくてヒゲだからな。めっちゃもっといっぱいあるように見えるんですけど、足が。足2本どころじゃないでしょ。見えてる中でも18本ぐらいあります。これさっき見た。さて、のしちまうか。あれ、この人、え、パレット・オブ・カリビアンの主人公では。まとめてぶっ飛ばしてやるよ。なるほど。サクッとやっちゃうよ。相手の名前みたいな。ゾンビパーティー。楽しそうだな。無駄に楽しそうだな。あれ、なんか同じようなの結構出るな。君と一緒に空へ、やってやるさ。後悔はしない。後悔はしない。いい風だ。行くよ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 。青き海は我らの海。忌まわしき海賊め、せい。好きな声優さんだ。安心しろ、糧にしてやる。安心しろ、糧にしてやる。よこせよ。よこせよ。待って、全然似てないんだが。全然似てないんだが。こんなんじゃ満足できない。
満足満足できないよ。え？うん。侵入者だ！捕まえろ！侵入者だ！捕まえろ！エンハンス10、ジャングルの守護者一体を出せ。その後自分のジャングルの守護者すべて忘れそう。え？こいつを10の時に出したら、こいつが2体出て、その2体とも思想を持つということ？もうめちゃ最後いるけん。ちゃんと歌うかな？またお前か。本が機嫌を損ねましたね。図書館ではお静かに。ジムのターン終了時、スペルをランダムに1枚、自分のデッキから手札に加える。はい。ほら、そういうのを書いちゃいけません。あ、レジェン。今回、初めてのレジェン。フロッグバット。生きる意味とは。喋るやんけ。このカエルも喋るタイプ。考えるよ。去るよ。俺はめっちゃかっこいい声なんだ。猿じゃなかった。え、猿よ。猿じゃないじゃん。え、あ、カエルか。分かってきた。生きる意味とは何だ。生きる意味とは何だ。考えるよ。このカエルイケメンだ。ようやく悟ったよ。好きだな、このカエルの声。霧のカーテンで。またお前か。行くぞ、デュランダル。あ、ロイヤルだ。デュランダル。すべて、の相手の方はスペラグネットを与えるご以上のダメージを4になる。アミュレットか。なんか臭いぞ。なんか臭いぞ。臭そうな人はいますね。お前が臭いのか。いや、お前だろ。臭ってた。臭すぎる。なんか臭いぞ。声優は大変だな。俺が腐ってる。気づいてしまった。あれ、しかもバラバラになっちゃったけど大丈夫？俺が腐ってる。俺が腐ってる。そうだぞ。種も仕掛けもございます。種も仕掛けもございます。面白いでしょう。面白い。見破られましたか。面白いよ。種と仕掛け見破れましたか。種と仕掛け見破れましたか。よくわかんない。また思いが目覚めなさい。目覚めなさい。あれ、これヤギじゃない。え、ヤギだ。恐怖を知りなさい。え、ヤギじゃない。あ、ヤギじゃない。羽生えてるもん。あれ、ヤギって羽生えてたっけ。よくわかんない。月も命もやがては欠ける。かわいいな、かわいいな。かけてみては。綺麗な月。かわいいぞ。あなたはどうかけるのか。かわいい。
あ、この人喋んないタイプの。読んでも分かんないことがあるな。あれ、なんかふわふわヒールで直しちゃうよ。プンプンだよ、プンプンだよ。ふきゃーふきゃー、ふわふわヒールで直しちゃうよ。あー、やばいやばい、その毛がやばいし、早く直さないと。ふわ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 、冥界第2位の魔炎にてファイヤーであります。キャインキャイン、え、キャインキャインって言った、今。え、冥界第2位の魔炎にてファイヤー、キャインキャイン、キャインキャイン、ファイヤー、キャインキャイン。消えろ、はい、溶かせ。あ、かっこいい、かっこいいね。プセンドが大事。え、ジュルリー、ジュルリー、怒んないでよ、怒んないでよ。魂プセンドが大事、魂プセンドが大事。現世にバイバイしてね、現世にバイバイし、うん、バイバイしてね。この歌はあなたのために。いい声だ。激しい音色で届かなかったわ。届かなかったわ。この音色を世界に。なるほどね。夜は私の世界。あ、どんぐり。木の実、あ、どんぐり食べる。木の実だ。あ、斧の実。俺の斧を味わいやがれ。あれ、結構かわいい、かわいい。こんな時間止まって弾いてる気がする。ふわふわヒールで直しちゃうよ。種も仕掛けもございます。見てないのは、なんか、あ、こういう声好き。ずっと聞いてたい。あ、いい音。自分のリーダーがダメージを受けるなら、そのダメージをゼロまで減らし、このカードのカウントダウンを減らしたダメージと同じだけ進める。日本語で書いてあるけど、ちょっとわかんない。日本語難しいからわかんない。これからは私たちの時代よ。ゴブリンプリンセス、ゴブリン2体を出す。ラストワード、ゴブリンキング1枚手札に加え、どれがプリンセスなのかな。ちょっとこの左下のゴブリンめっちゃカメラ目線。プリンセスはゴブリンじゃないんだね。あ、え、終わっちゃった。レジェンド1枚しか出なかったよ。あと20パックしか引けない。そうだ、ありがとう、ありがとう。ちょっとね、これこのドローキャストってちょっとまだ導入してからこの放送するの2回目なんですけど、
なんだろう、もうちょっと勉強しなきゃダメですね。これ一箇所だけ消せたり多分できるんだと思うんですけど、勉強しないと。この子見てない。私に身を委ねて、お静かに。私がいなくては。私がいなくても。あなたのそばで、ずっとあなたを。いいね、いいね、いいよ、そういうのいいよ。精神級で。そこだ。あれ？毒に溺れよ。あ、タラゴンだ。おりゃ、おりゃ。見てないのは、あ、この子見てない。冥界第2位の前見た。見た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 。迫力の空挺団、戦闘準備。お父さんを超えたいの。お父さんを超えたいの。フラワーステラーメラトの能力にダメージを与えるなり、能力に破壊されないの。ダメージはゼロである。なんかやってみないとわかんないのが多いなぁ。ファンファレ、俺は何者にも染まらぬ黒。はい、黒になれ。お前も染まれ。この人の声いいですよね。女性ですよ。俺は黒、俺は黒、深き漆黒。ここは我が庭。バカな、バカな、バカな、そんなバナ言わせねえよ。ここは我が庭。お貴様の行く末は死だ。氷漬けの、あ、今日は特別な日にしちゃおう。やっちゃうよ。かわいい。プリンセスには遠いかな。なれるといいな、プリンセス。いや、君はもうすでにプリンセスだよ。あ、出た。なんか面白いカードないかな。あ、またお前か。またお前かが多いな。え、ドラゴンの卵？モンハンか。え、あ、行くした。ちょっと待って、これ、あ、やっぱり何でもないです。ちょっとなんか言わない方がいい気がしてきて。え、機械音。いや、これ、この絵がさ、何に見えたかっていうことを今話そうとしたんですけど、やめます。見たな、見たな。またお前か。あれ、クリステリー、クリスタリアエリンって、クリスタリアエリリーの、クリスタルと共に生きる姉じゃない。姉でしょ。ティア、何してるの。ティア、あ、ティア。リリーは元気ね。あ、リリー、やめて。やめるわ。表彰級に立ち入らないで。月も命もやがては欠ける。欠けてみては、綺麗な月。また思えか。いや、今回引き悪いな。どっかの誰かさんが引きすぎたせいかな。あ、何事もバランス。あと、